いや、トア様はね、悪魔だからね。あ、でも、トア様がちょっと悪魔な証明していきましょうよ。じゃあ、こちら行きますか。なるほどね。はいはい。トア様、最近実行された悪魔的諸行は何かありますでしょうか。いや、これあるでしょ。トア様、悪魔だしね。悪いことの一つや二つ、三つ、ね、十個ぐらいあるでしょ、きっとね。悪魔的諸行、やっぱりなんかとはまずね、あの、悪魔だから、うん、まあ、その自分がやった悪いことはまず忘れるってことが悪魔的だな、それ。あとは、うん、なんか猫が、うん、猫、猫がいつも水こぼしたりとか、うん、本当に何回もこぼしてイライラしたりとかして。それはどっちかっていうと猫ちゃんの悪魔的諸行じゃね。だけどそれに対して、なんかカチンできたからお風呂に入れるふりするとか。あー、なるほどね。そっかそっか、猫ちゃんね、お風呂とか絶対嫌だもんね。はい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 。ちょっとこう、お仕置きじゃないけど入れちゃうぞみたいなね。でもなんかそれもなんか父様と猫がただ戯れてるだけにしか見えないんだけど。あとはなんか結構なんかトアのことがすごい好きで、トアの後ろをついてくるから。はいはい、かわいい。部屋移動すると絶対ついてくるのね。かわいい。早く走って扉の後ろに隠れて猫が入ってきた瞬間にわっていう。かわいすぎるでしょ。何やってんの。トアが隠れる前に、はいはいはい、なんか猫の方が早くて、猫がもう来てて、トアがびっくりして叫ぶっていう。わーってもう来てるって。トア様、それはね、ただの可愛い日常エピソードなんよ。なるほどね。この悪魔的修行が分かんないか、一般のそういう方には分からんか。あ、まあちょっと僕はね、悪魔界の基準で言うと分からないんですけど、人間界の基準で言うとそれはただ猫好きな猫と